どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、目って大事ですよね。目がなかったら何も見えませんから。いきなりこいつ何言ってるんだって思ってるかもしれませんが、あまりの忙しさに導入の話題作りが思いつかなくなっただけなので気にしないでください。最近はマジで疲労困憊で、今まで続けてきた週3投稿を維持できず申し訳ないです。しかし絶対に消えることはありませんのでご安心ください。いろんな事情で現在は忙しいんですが、落ち着いたらまた週3投稿を頑張ります。ということで今回は冒頭の不穏な導入につながる生態の紹介です。おそらく今まで紹介してきた生態の中で一番不思議なやつなんで、ぜひ最後まで見てやってください。それでは早速やっていくんですが、今回の購入先はいつものペットバルーン。毎回お世話になっております。自分には珍しく最近の購入品なので、発送は真夏です。真夏はできるだけ生体購入は避けているんですが、ペットバルーンの場合は基本無事に届けてくれるので安心して購入しております。今回も生体を何匹か購入させてもらいましたが、試着はゼロ。さすがの安定感ですね。大阪だから九州にも1日で届くのが本当に助かる。というわけで今回紹介する生態はこちら、ブラインドケーブカラシ。価格はなんと破格の1匹198円。おそらく聞いたことがない人が多いと思う生態なんですが、その秘密は紹介していく中で分かってきます。現在はペットバルーンで298円で販売されているようですが、今はなきフォレストというめちゃくそ怪しいネットショップでしか見たことがない生態で、割と入手性は低いのではないでしょうか。あのショップどうなったんでしょうね。ブラインドケーブカラシンとは、カラシン目カラシン科のメキシコ北東部に生息するカラシンです。別名ブラインドケーブフィッシュとも呼ばれており、約100万年前から1万年前に誕生したという割とざっくりとした時期に生まれたとされる種です。最大体長8センチ、適正水温24度程度、餌は人工飼料をしっかり食べてくれます。基本的に飼育が容易である種類で、海外で養殖されているようなんですが、なぜか日本では人気がないらしく、あまり流通していないとのこと。カラシンといえば日本のアクアリストにとっては定番の種類であり、日本の狭い住環境にも適していると思うんですが、この生態だけなぜ人気がないのかというと、その独特な特徴にあります。もうすでに映像を見てお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、この生態、目がありません。厳密には卵の中で体が形作られる時には目があるようですが、途中から消失するということで、意図的に誕生前に目がなくなるようプログラミングされているようです。なぜ目が退化しているのかというと、光の全くない洞窟で生活しているためであり、どうせ見えないからいらんだろうという武士のような精神。まあ深海魚などの光が届かないところに生息している魚には結構ある特徴なので驚きはしないんですが、正直観賞魚として飼育できるレベルの生態がそんな深海魚のような特徴を持っているのはとても面白いですよね。また光が届かないということは、メラニン色素も欠乏しているということで、アルビノ個体のような白さを持っています。若干体表から内臓が透けて見えている気がしないでもないですが、これくらいは熱帯魚では普通の部類でしょう。ちなみに私たち人間も実感していることかとは思いますが、視覚から入る情報はとても大事で、生活のほとんどを目に頼って活動していると言っても過言ではありません。私たちは日頃目で見たものを頭で判断し、それに対して適切な対応であったり思考を巡らせるわけですが、これってとてつもないエネルギーを消費していることになりますよね。
人間目を閉じるだけでも睡眠の 70-80% ほどの休息効果があるとされているということは、視覚をシャットアウトするだけでそれだけ省エネになるということです。光の届かない場所に生息している生き物たちが目を持たないのはそういった理由が考えられており、不必要な目を退化させることでより効率よく、より省エネに生活しているわけですね。このブラインドケーブカラシンもそういった進化を遂げた生態であり、なんとなく不気味に感じると思いますが、個人的にはそのユニークな特徴はとても好きです。ブラインドケーブカラシンを知ったのは、先ほどお話しした怪しい通販サイトフォレストからなんですけど、そのサイトの説明では凶暴と紹介されてたんですよね。なので実際に導入するまでそういったイメージを持っていたんですが、実際に飼育してみると全くそんなことはなく、ヤマトヌマエビなどを襲ったりすることもほとんどありません。それもそのはず、目が見えないんだから必要に他の生態を追いかけることがないんです。特に餌の時は顕著で、何でも食べてはくれるんですが、その餌を発見するまでに結構時間を要します。おそらく匂いなどで判断していると思うので、もしかすると匂いが強い餌の方がいいかもしれません。今まで食べなかった生態がいないと言えるほど万能だったブラインシュリンプは、このブラインドケーブカラシンは食べませんでした。逆にフレーク状の餌など水面にしばらく留まってくれる餌は時間差で発見し食べてくれます。ブラインシュリンプは通常の生態だとぴょこぴょこ動くことによって指向性をめちゃくちゃ上げてくれると思うんですが、特段匂いが強いわけでもないので、目の見えないブラインドケーブカラシンには認識しづらいんでしょうね。できればいろんな餌を与えてみて見つけやすいものを厳選した方がいいと思います。本営魚に関してはそこまで情報がなかったので確実ではないので、とりあえず体格差があまりない生態と一緒にさせてみて問題ないか確認しましょう。多分近づいた時に認識するとは思いますが、途中で見失うと思います。ただ餌や生態への認識もしづらいようにお伝えはしたんですが、側線という感覚器官が発達しているらしく、ちょっとした水の振動を敏感に感じ取ることができるようです。どれくらい認識しているのかはブラインドケーブカラシン本人に聞くしかないので知りようがないんですが、とりあえず性格が温厚か凶暴かはわからないということにしておいてください。一応障害物は避けて泳いでいるので、目が見えないからといってどこかに頭をぶつけたりすることはなさそうです。ちなみに生息地が限られていることもあり、生息数の減少が懸念されているらしく、国際自然保護連合のレッドリストでは絶滅危惧種として指定されています。今回購入したブラインドケーブカラシンは養殖されたブリード個体なので関係ないと思いますが、おそらくワイルド個体は減っているのだと思います。これまた補足になるんですが、日本で超人気の最小淡水フグであるアベニーパファーも絶滅危惧種に指定されていて、割と身近に絶滅危惧種はいるようです。というわけでブラインドケーブカラシンを1ヶ月くらい飼育してみたんですが、普通に可愛いです。餌もいろいろ食べてくれますし、本営魚が少ないこともあって平和に暮らしてくれています。2匹購入したんですが、お互いに絶妙な距離感を保っていて、小競り合いしているところは今のところ見ていません。たまに一緒に泳いでいるところを見るに、なんとなく存在は認識しているんでしょうけど、敵対する関係にはないようです。目がない以外は特に他の生態と変わっていることはあまりないので、個人的には飼いやすい種類だと思います。ただ生態数が多いと餌を見つけるまでに時間がかかることもあって、食いっぱぐれる可能性もあるところだけ注意が必要です。ちなみにこのブラインドケーブカラシン、なんか人間の精神疾患と類似した行動が見られるみたいです。ほとんど不眠で単純行動をとる、急に活動的になるといった人間でいう統合失調症や自閉症などと同じ動きをしているようで、
そういった意味でも興味深い生態です。また人間の精神疾患の危険因子遺伝子の多くを持っているそうで、ブラインドケーブカラシンを研究することで精神疾患の遺伝的関係性や治療法の一助になる可能性を秘めている、地味にすごい魚だったりします。というわけでいかがだったでしょうか。そこに本来あるはずのものがないというのは、なんとなく不気味に感じられる要素ではあるんですが、実際に飼育してみると全くそんなことはなく、そのユニークな見た目と動きはとても面白いですし、結構愛着が湧く生態だと思います。実際に飼育してみて、飼育が容易なのも相まって割と人に勧めやすい種類かなとも感じたりします。現在ペットバルーンで普通に購入できるので、興味を持った方はぜひ一度飼育してみてください。というわけで今回はここまで。